はい、こんにちは、八野です。府中市の郷土の森博物館にアジサイを見に行ってきたので報告します。はい、ということでね、ちょうど見頃だったので、はい、今週くらいはね、いい感じで見れると思います。緊急事態宣言が解除されて人が結構やっぱり増えてきました。ただですね、郷土の森博物館かなり広いので、ね、場内かなり広いので、まあ人もね、こんな感じで、ソーシャルディスタンス2メートルは余裕でね、距離を取れるので、まあ人が多いと言ってもね、まあこんな感じです。はい。なのでね、コロナ大丈夫かと思います。はい。で、アジサイはね、もう本当にちょうど見頃な感じでした。ね。もう満開っていう感じですね。で、ちょうどね、動画も撮ってきたのでご覧いただきたいんですけれども、郷土の森博物館のアジサイの見どころは、このね、2箇所ですね、アジサイの小道っていうところが、西側とあと南側ですね、にありますので、そこで、はい、見ていただけたらと思います。で、南の方はですね、結構やっぱりね、南ということで、開花が早くて、もう、色がね、ちょっとこう、つき始めてきましたね。ちょっとしおれてきた感じがするので、昨日の見頃はちょうどここでしたね。西側のアジサイの小道は本当に彩りが良くて綺麗なアジサイがちょうど満開で見頃を迎えていました。ちょっとね、南側はかなりね、弱ってきている感じがありました。まあそれ以外にもね、この辺にも結構アジサイは咲いているので、まあね、この2箇所にこだわらず園内、まあくまなくね、アジサイは見れると思います。はい。こちらをね、持っていると、大人は半額になります。で、子供はね、府中市民は、まあ、もともと半額なので、問題ないと思うんですけれども。はい。で、このカードをですね、提示していただくことによって、大人は半額ですね、300円のところが150円になりますし、ね、子供はね、無料になりますので、ぜひですね、入手してください。で、これですね、府中市のね、ウェブサイトとか、京都の森博物館のウェブサイト
って探しても出てこないんですよ、この情報。私もね、入場券を買おうと思って並んでいる時に、まあね、府中市民ですかと声をかけられてこれをいただいた感じなので、入場券のね、売っているところの窓口で声をかけていただければね、市民ですけれども優待券もらえますかと声をかけていただければ入手できるそうなので、ぜひですね、市民の方、あとは在勤の方ですね、窓口でこれぜひ入手してみてください。はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が役に立ったよ、ためになったよと思った方はグッドボタン、いいねボタンを押してください。この動画以外にもためになる動画を配信していますので、おすすめ動画もぜひご視聴ください。